はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやということです。さあ、今回ですね、こちら、BTS のダイナマイト16代目グラミーアワードショーの、リアクション動画の方を撮っていきたいと思います。収録ボタンを、はい。僕ね、もうずっと我慢してたんですよ。なんかこう、ね、ネットで探せばあるんじゃないかという映像も、あったはあったんですけどもね、やっぱちょっと本家のね、バンタン TV から出てる、ちょっと、これを見たかったなっていうところがありまして、やっと、グラミー賞のパフォーマンスを見ることができるというところでございます。それでは行ってみたいと思います。レッツラーゴー。ジャケットかっこよ。So let's go。セットがうわー、これ本物のお花じゃないですか。どういうコンセプトでこれ作られるんだろうってめちゃくちゃ気になりますよね。この横のアーチみたいな。いや、ヘアスタイルよ。いや、いやー、ここの降り方かっちょよ。かっちょよ。階段ってこうやって降りればいいんだってちょっと思いますよね。発音やば。なんか、歌いに歌ってるからもうなんか、ネイティブな雰囲気ありません？今のエグここからの渋い。いや、この両サイドのお二人もですよね。いや、マジか。
っこいいんだなぁ、靴。うわこれどういうセットアップなの？なんか皆さんに少しずつ柄が入ってるように思われるんですが、何柄なの？あ、お花柄なの？あ、もうそのお花と、あ、そういうことか。グラミーの、あの、トロフィーの、あの、この蓄音機のあれの、あれがこれってことかな。ぽくないっすか？お花というか、その蓄音機の開きみたいなのとお花をかけてんのかな。こんな色似合う人いませんよ、そんな。はい、Let's go! はい、はい、がいいですね。このね、ジミンちゃんの足さばきちょっとまた変えてきてる感じ。 1,2,3 ぐらい滑らせてる感じです。 1,2,3 おー、右足ですよね。そうわーって言ったところのおーってなってるシルエットがめちゃくちゃかっこいい。ここのちょっと口、喉が前に出てく感じのこの猫背な雰囲気の渋い。フォーってそうやってやるんだみたいな、このターン。こういうノリですよね。これがかっこいいわ。こういうことができる人なんですね、やっぱね。すごい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 。もう大物、大物のそれである。これはやばいわ、ちょっと。なんか、もう、ムズムズする。近くないっすか？近くないっすか、カメラさん。おー、はーまでね、ちゃんと出すところいいっすね。シカちゃん。えい、えい。やっぱりこう、シュガちゃんいると、あーってなりますね。あー、ラップ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 。もう一回聞いていいですか？ビーチチェーン。もうやっぱ技術高いから、何回も聞かないとやっぱ分かんない、そのアクセントのその質感というか。とりわけシュガちゃん。うますぎるから。Yes。Let's go。So let's go。もう余裕ですよね、本当に。Let's go。わお。うまい、マジで。わお。わお。階段普通にこう登ってるってとこもいいですよね、ジンくんのこの後ろをね。ここの僕はそのカメラさんとあと照明さんがうまい。こんなに周り暗いのにジミンちゃんこんなに明るく撮れるってなかなかないっすよね。うわいや、
ンくん。ちょっとさっきのところね、ジンくんもちょっと気になってたんですよね。ジンくん。ジンくんどこだ、ジンくん。ジンくん。あれ？ここのジンくん。ちょっとふわーって言って飛ばしちゃったね。もうね、このジンくん、このジンくんよ、このジンくんよ。で、こっちね。いやー、かっこいい。うわあ、照明。うわ、Life is Dynamite。このね、やっぱカメラさんですね、カメラさん。BTS すごいわ、こんなんワールドスターですよ。すごい、本当にすごい。何度もいろんなダイナマイト見てますけれども、ちょっとやっぱ違いますね。グラミーというステージに向けての、衣装の雰囲気、ちょっと質感もドレッシーですし、ちょっとフォーマルな雰囲気も踏まえてのありながらのBTS、 そしてダイナマイトっていう楽曲の鮮やかさをこう見せていくっていう、全部これはやっぱオーダーメイドで、もうこの1回のためだけの衣装っていうところですもんね。すごいですよね。ちょっと、ね、衣装さんの話とかめっちゃ聞きたいんですよね。どういうのでこうコンセプト決めて作ってるのかなとかってすごく気になるところもあるんでね。いやー、やっと見れました。よかったです。というところで現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。はい。